マエロリットは日本の競争馬2017年の NHK マイルカップ勝ち馬。馬名の由来はフランス語で隕石を意味する。2016年6月19日東京競馬場にて6月19日、東京の2歳新馬戦に2番人気で出走。道中2番手で折り合うと直線で力強く、抜け出しデビュー戦を飾る。休養を挟み、10月2日。 中山のサフラン賞は、後位から直線で一旦は先頭に立つも、後方から追い込んできた東方アイレスに交わされ、花さの二着に終わる。年明け初戦は1月8日中山のフェアリンステークス。二番手から抜け出すも、中段から追い上げてきた、ライジングリーズンの強襲に遭い、またもや二着。続く、クイーンカップは、アドマイアミヤビとの叩き合いの末、3戦続けての二着に、敗れる。 GI 初挑戦となった大花賞はレ、レーヌミノルの5着に敗れた。5月7日の NHK マイルカップは、道中行為の外から直線で鮮やかに抜け出して、GI 初制覇を飾るとともに、管理する菊沢隆則調教師にとっても、GI 初制覇となった。続く7月末の札幌の重賞クイーンステークスでは、GI バードマイアリードとの対戦となった。 レースでは、コースタートから先頭に立つと、後続を引き離して、大逃げの格好となる。第4コーナーを、手応え十分で回るとそのままの勢いで、追い込んでくる、当選ビクトリーを抑えて優勝。重賞2勝目を挙げた。GI2 勝目をかけて臨んだ10月15日の、週刊賞では一番人気に押され、逃げた河北園顔2番手から追走したものの、 直線では伸びをかけ発の掲示板外となる7着に敗退。菊沢長教師は、重馬場を敗因に挙げた。この年は2月25日の中山記念から始動。ペルシアンナイトやビブロスなどの GI 馬が揃ったこともあり5番人気での出走となったが、中山校舎、ウィンブライトに首差の2着と検討した。5月13日のビクトリアマイルではここまで主戦を務めた。 横山のりひろが、ミスパンテールに騎乗するため、戸崎啓太に乗り換わって出走。GI2 着3回のリスグラシュー、前年覇者アドマイアリードに次ぐ3番人気の指示を受けた。やや10でのレースの中で、向こう正面で先段まで上がっていき、直線でも足を伸ばしたもののカチューマジュールポレールから0.1秒差の4着に、赤敗。レース後に、左前足の落鉄が判明した。 続いて6月3日の安田記念に出走。スワーブリチャードなどの競合ボバが集まる中で、単勝オッズ10.7倍の5番人気に押された。レースでは、レコード体の決着となったよどみない流れの中で3番手に位置を取り、ゴール200メートル前で先頭に抜け出して粘り込みを、図ったが、追い込んできたモズナスコットにわずかにかわされて2着。 レース後には前走に引き続き落鉄していたことが判明し、菊沢調教師は踏み込みがすごくいいので引っかかってしまうのか、と述べた。ジョアン・モレーラを安城に迎えて出走した10月7日の毎日王冠では好位点ながら一番人気に押されると、コースタートから一度も先頭を譲らず逃げ切り、2着ステルビオに一馬進1、4差をつけて解消。秋初戦を 重賞3勝目で飾った。自走11月18日のマイルチャンピオンシップは、モゼア・スコットに次ぐ2番人気での出走となり、先頭に立ってレースを引っ張ったが、直線半ばで後続にかわされるとそのまま交代し12着に大敗。安状のライアンムーアは、右回りでは苦しいのかも、とコメントした。前年のマイルチャンピオンシップへの出走後、2019年から、 新たに創設される1月26日の米 G1、ペガサスワールドカップターフへの遠征が決定し、安定に、米年度代表馬ガンランナーの主戦も務めたフローレン、ゼルーを迎えて出走。ハーツクライ3区の吉田との対決も注目される一戦となったが、3コーナー過ぎから手応えがなくなり10等中9着という結果に終わった。 帰国初戦となった5月12日のビクトリアマイルは、再び、横山範博を安城に迎えての出走となり、ラッキーライラックに次ぐ2番人気に押された。五分のスタートとなったが、安城が促しながら、外を回って先頭に立ち、前半1000メートルは56秒1の超ハイペースで、通過。早い流れにもかかわらず直線半ばまで粘りを見せたが、最後は、 外の4頭に刺されて5着に敗れた。本場が作り出したハイペースの影響で優勝したノームコアの勝ちタイム1分30秒後はレオアクティブの保持していた記録を0.2秒更新する日本レコードとなった。6月2日の安田記念は前年の年度代表馬でドバイターフ優勝後に外戦門賞への出走を見送ってこのレースに臨んできた参冠品馬アーモンドアイ。 2017年の最優秀2歳後場で、本年は、金車地賞、マイラーズカップを連勝しての出走となった、ダノンプレミアムの2強対決として、注目を集める中、その2頭に次ぐ3番人気に支持された。レースは、スタート直後に、大外16番枠のロジクライが内に射光し、15番枠のダノンプレミアムと14番枠のアーモンドアイラが、大きな不利を受けて、 共に最後方からの競馬となる波乱の幕開けとなった。本馬は、コースタートから打ち、枠を生かして、花に立つと、前半1000メートルを57秒0で通過し、先頭で直線に入って、ゴール手前まで逃げ粘ったが、最後は、インディチャンプに、首差でかわされて、前年に続いての2着に赤敗。総破時計1分30秒9は、前走と、同タイムのレースレコードであり、 二戦続けて東京1600メートルのレコード決着の立役者となった。後方から追い込んできたアーモンドアイには花さで先着しており、前年の本レース以来のコンビとなった安城の戸崎は最後まで頑張っているんですけど、とコメントした。その後は天皇賞を目標に定め、前年と同じく毎日王冠を秋の初戦に選択。 前走で帰場した戸崎は同じく主戦を務める、さ月き賞3着、日本ダービー2着と、世代トップクラスで活躍する3歳は、ダノン・キングリーに帰場するため、初コンビとなる、津村明秀を安城に迎えての出走となり、安田記念で先着を許した、インディ・チャンプを抑えて、ダノン・キングリーに次ぐ2番人気に押された。レースでは、コースターとから鼻に立ち前半1000メートルを58秒。 このペースで通過すると、後半もペースを落とさず逃げ込みを図り、直線半ばで一旦は、インディチャンプーにかわされながらも差し返したが、最後は、外から追い込んできたダノン・キングリーに差し切られて2着。勝ちタイムは2007年の長さんが記録した、コースレコードに0.2秒差の高速決着となった。迎えた、天皇賞には、ダノン・キングリーこそ出走しなかったものの、 安田記念以来の対決となる、アーモンドアイとダノンプレミアム、さらに前走神戸新聞杯を解消したサツキショーサートルナーリアなどが出走。本場含め出走馬16頭中10頭が、GI ウィナーという豪華な顔ぶれとなり、2000メートルでの実績がないこともあって、前年のダービー馬、ワグネリアン、スワーブリチャードに次ぐ6番人気まで人気を落とすこととなった。レースでは、 コースターとから先頭に立ち、前半1000メートルを59秒0で通過。直線では内に進路を取ると、外のサートルナーリア、ダノンプレミアムとの叩き合いとなり、最内から突き抜けたアーモンドアイには離されたもののサートルナーリアを指し、返すなど最後まで粘りを見せ、2着ダノンプレミアムに、首差の3着で入線。後半1000メートルが57秒2という展開となり、 アーモンドアイの勝ちタイムは当選冗談が持つ日本レコードに0.1秒差まで迫る時計となった。レース後、再び安状を務めた戸崎は自分の形で競馬ができたし、最後も2着に入りそうな感じがあった。距離がうんぬんというより、本当にタフな馬とコメント、菊沢調教師も2着もあるかなと思った。よく頑張ったと述べた。 その後は引退レースとして第64回有馬記念に出走することが決定。ファン投票では最終的に18位26,180票を集めた。戸崎が落馬負傷により長期休養に入っていたため、毎日王冠と同じく安城に津村を迎えての出走となった。レースでは15番枠からの発想ながら果敢に先頭に立ち、 前半1000メートルを58秒台前半のハイペースで通過。道中では後続を大きく離す逃げを見せ、最後は失速し14着での入選となったものの、安城の津村は、馬は一生懸命よく頑張ってくれましたとコメントした。その後12月27日付で競争馬登録を抹消。引退後はノーザンファームで繁殖品馬となる。以下の内容は、 netkeiba.com の情報に基づく。4歳の春までは、高一位追走の競馬を主軸としていたが、同年の毎日王冠で逃げ切り価値を収めて、以降は、海外レースを除き引退までの全レースで先頭に立って、レースを進めた。緩みないペースでレースを引っ張り、直線でも粘り切る展開を得意とし、本馬が花を切った2019年の5レースでは、 レコード決着が2回、レコードまで0.2秒差以内の決着が2回、14着に、敗れた引退レースの有馬記念も2010年以来9年ぶりに2分30秒台の高速決着となっている。後続に並びかけられてからの勝負根性も特徴で、安田記念では並びかけてきたガンチャーレを振り切り、毎日王冠では一旦先頭に立ったインディチャンプを差し返し、天皇賞では、 サーティルナーリアを差し返して競り落とす競馬を見せた。同系の馬には第38回ジャパンカップで従来のレコードを1秒後更新する高速決着を演出した同世代の奇跡などが挙げられるが、競馬トの野田圭一郎は1800から2000メートルのカテゴリーなら能力は奇跡の強化版といっても大げさではないだろうとしている。 日本国内での総獲得賞金は4億5917万8000円に達し、黒船産区としてはホエールキャプチャとアップトゥデートに次ぐ第3位の額である。ありがとうございます。